ちょっとやばいって。何これ。腹のとこグーってなって、前に行くことも後ろに行くこともできひん。見てやんと助けてくれよ。おい、おい、教師。助けてくれよ。なんでこんな姿をクラスのみんなにさらさなあかんねん。助けろよ。おい、何してんねん。できる教師やったら生徒のこんな姿をさらす時間はちょっとでも短くすんねんて。なんで棒立ちやねん、こいつ。今助けたら竹下はテスト失敗になってしまう。 みんな、もう少し、見守ろう。いや、もう失敗やろ。どう考えてもこれは失敗やろ。そんな理由で助けてなかったんか、こいつ。はよ、助けろって。頼むから助けてくれって。もう、このクラスのみんなは、今後の人生、逆上がりっていうワードを聞くたびに、この光景を思い出すって。俺のこの、無様な姿がフラッシュバックすることになるって。勘弁してくれって。頑張れ。えやめてや。 その展開はやめてや。頑張,頑張れ。頑張れ。頑張れ。やめてくれって。何かを成し遂げるまで終わられん空気にすんなって。もうこれで完成やねんって。こういう作品やねんって。だからさっさと助けてくれって。頑張れ。もう少しだ。いやもうこっから自分が前に行くのが正解なんか後ろに行くのが正解なんかそれすらわからんようになってねんって。ちょっとごめん。先生涙出てきた。 え何がやねんうんやばいよ。先生、やばいよ。このクラスは、本当にいいクラスだ。おい、やめてくれって。これ以上、この出来事にヤバをつくんだって。みんながお前の謎の涙のぐちゃぐちゃフェイスの話をするときに、セットで俺の逆上がりの話をすることになるやろ。頑張れ、竹下。あと俺、竹だやねんて。 もう坂上がりのテストなんてどうでもいいほな早おろせ